金森英二は、石川県金沢市出身の元プロ野球選手、監督、コーチ、野球解説者。1985年から1992年の登録名は、金森久志史。学生時代、ドンクサイカメというキャッチフレーズがついており、プロでのあだ名は、ドンちゃん、ドンガメ。PL 学園中学校卒業。PL 学園高校では3番打者。 二類種として1974年の夏の甲子園に出場。二回戦でこの大会に優勝した長子賞のエース土屋正勝に抑えられ敗退。卒業後は早稲田大学に入学。保守に転校するが、三年生までは山倉和弘の控えだった。山倉の卒業後に頭角を表し、東京六大学野球リーグでは、 1978年、春季リーグで、首位打者を獲得。向田圭元、北口勝久とバッテリーを組み、同期のベストナインに選出される。同年秋季リーグでは、岡田昭信の後の5番打者として9期ぶりの、リーグ優勝に貢献した。直後の明治神宮野球大会では準決勝で、中本茂樹のいた、同志社代に敗れる。リーグ通算32試合出場。 97打数39安打、打率。402、日本塁打、25打点。首相の中谷義久男と共に、結成間もないプリンスホテル公式野球部に進む。1980年には、石毛博則、中尾高吉らと、チームを、悲願の都市対抗初出場に導くが、2回戦で、新日鉄釜石に、延長13回の熱戦の末に敗退した。 1981年の都市大港には、東京ガスの補強選手として出場。準決勝進出に貢献するが、デンデン東京に赤敗、この大会では、首位打者にも輝く。この時のチームメイトに、斉藤博之がいた。同年のインターコンチネンタルカップ、日本代表となり、社会人ベストナインにも選出されている。同年オフに、西武ライオンズに、 ドラフト2位で入団。1982年には、保守、8番打者として2試合に先発マスクをかぶるが、大石智義らの壁を破れなかった。1983年に、外野手に転向、74試合に出場した打率、293と対等。読売ジャイアンツとの日本シリーズ第6戦では、延長10回に、江川るから、さよならヒットを放った。 1985年には開幕直後から2番打者に定着。初めて規定打席に到達し、打率312を記録。ベストナイン、ゴールデングラブ賞に選ばれた。同年の阪神タイガースとの日本シリーズでは、全6試合に左翼手、2番打者として先発。19打数4安打に終わるがよくつなぎ役を務める。また、 足を投げ出し実際に当たったが、球審から死球を認めてもらえず、その打席で本塁打を放ったこともある。1984年、1985年と2年、連続して死球王でもあり、体に近い投球が来ると叫ぶ。死球の多さから、東の金森、西の立川、爆笑生傷男と呼ばれる。1985年のオールスターには、 監督推薦で選出され、全3試合で出場機会を与えられた。その後は負傷もあって出番は減った。1987年は、PL の後輩、清原和弘や、同じ外野手の秋山康二、吉武春樹と共にオールスターゲームファン、投票選出され連続日本一に貢献した。1988年シーズン途中に、 北村テルブミとの交換トレードで阪神タイガースに移籍。1989年にはシーズン後半に5番打者として起用され、打率306の成績を残した。1992年限りで自由契約となった。1993年、野村克也監督率いるヤクルトスワローズに拾われ、代打の切り札として再生し、低打率ながら、 出塁率370で日本一に貢献。1995年には代打で324の高打率を記録し期待に応えた。野村にただ数字だけで判断しないでほしい。ベンチのムードメイク、練習の態度など若手の見本、うちの貴重な戦力。私が監督をやっている限り、 置いてくれと球団に頼み込ませるなど、その評価は高かった。1996年限りで、現役引退し、ヤクルトの打撃コーチ補佐に就任。球団に、打撃コーチ補佐として推薦したのは、当時の野村監督で、あいつは選手に何も教えなくていい。ベンチにいてくれるだけでいいと言わしめたほどである。 2001年からはフルスセ西武ライオンズ一軍打撃コーチ補佐となり、和田和弘、アレックス・カブレラ、スコット・マクレーンを開花させた。2002年のリーグ優勝に貢献。その後は、福岡大英ホークスのスコアラー、阪神のコーチ、ソフトバンクの打撃コーチを務めた。打撃コーチとしての評価は高く、現役時代のイメージとは、裏腹な理論派である。 謙虚な性格ゆえ、広岡達郎、野村といった癖ある指揮官にも可愛がられた。2007年より NHKBS 大リーグ中継の野球解説者となる。同時に BC リーグ、石川ミリオンスターズの監督に就任。初年度からチームを優勝に導き、プロ野球ドラフト指名選手を送り出した。2009年限りで退団した。2010年からは、 千葉ロッテマリーンズの一軍打撃兼野手チーフコーチに就任。西岡剛、小木野隆清田育弘、岡田貴文らを指導し、チームの日本一に貢献した。2011年は、チーム打率、得点は、リーグ再開に低迷した。2012年に二軍打撃コーチに移動となり、そのシーズン終了後に、 球団から来季のコーチ契約更新はない旨を通知された。2013年には野球解説者としての活動を再開。夕刊富士で評論、TBS ニュースバードテレ朝チャンネルのプロ野球中継で解説をそれぞれ担当していた。その一方で、プロ野球シーズンの終了後には、高校生への指導に必要な日本学生野球協会の指導者講習会を受講した。 2014年には、上記の講習会を終了したことを受けて、3月4日付で、日本学生野球協会から、学生野球資格の回復を認定。4月1日付で、地元、金沢学院東高等学校の野球部監督に就任。契約期間は3年。2015年春からは、大学生時代に、 教職課程を履修していたため同校の教員として保健体育の実技と授業を受け持っている。2017年春、人気満了に伴い退任、4月より秋田のノースアジア大学野球部コーチに就任した。2018年は、かつての教え子である、井口忠人が監督を務めるロッテの一軍、打撃コーチに復帰した。2018年シーズン終了後来期の契約を、 しないと通告された。2019年は東北楽天ゴールデンイーグルス、一軍打撃チーフコーチに就任。2020年は一軍打撃コーチに肩書きを変え、2022年からは育成打撃コーチに配置転換された。コーチスコアラー時代西部一軍打撃コーチ補佐時代、アレックス・カブレラが非常にしたい、人気満了でコーチを退任した時に、僕も辞めると言った。 大英のスコアラーとしては、フリオズレータを発掘。スコアラーという肩書きではあったが、大貞治監督から、打撃補佐的な役割を依頼され、金森はしばしばグラウンドに出ては、選手の練習を手伝った。2003年春季キャンプでは、ジョージ・マケンジや井口・忠人にアドバイスすることも多く、その後二人の打撃海岸に、大きな役割を果たした。なお、 城島とはその後も強い指定関係で結ばれ、城島が出場した日米野球や佐世保シュトレなどにも金森は必ず姿を見せている。指導は基本的にボールを手元まで引きつけて脇を締めて腰回転を使って打つというものであり、藤田平は赤星範博や藤本厚氏のような非力な打者にまで当てはめているとして批判した。伊勢田顔は 藤田とは逆に、このスイングは、アベレージヒッターには適しているが、長距離タイプには向かないように思うと評している。金森の死球の多さはこの打ち方も一つの要因で、あると言われている。和田和弘は、今でも北陸遠征に行った時は、食事を一緒にします。弟子はどこまで行っても弟子ですのでと語る。ロッテでは、相手投手が変わった時などに、 自打者のもとへ向かいアドバイスすることがよく見られた。レギュラーシーズンポストシーズン金森長寺に関するカテゴリー。ありがとうございます。